博士、令和で一緒に3人戦ってくれるかな。戦います。ありがとうございます。全くないですね。具体的に選挙をイメージしたことがなくて、だから選挙区を回ったこともないし、どこの区が弱いとか、どこの区が要は勝ち目があるとか、そういう分析を一切したことがなくて、畠山さんの本を読んでるぐらいです。あ、それは松井一郎さんですね。それは明らかにそうです。それ松井一郎さん一本。ああ、まあ、大使はあるかもしれないですね。もう一つ考えてるのは、女性の政治参加はしていないっていう現状をもう何十年も続いているので、具体的に言えば女性の議員であるとか、女性の首長およびそのさまざまな女性が政治に参加するっていうシステムを具体的にティーチングとかそういうのをやりたいっていうふうに家庭内では僕は言ってました。言ってたけど、妻と娘の言葉を聞かない、あなたには資格がないよって言われました。けどそれはやりたいです。やりたいのは本当に僕はそう思っているからで、あと具体的な政策は国会にまんじ固め、消費税に延髄切り、あとあれですね、法廷に資格を、高田信彦さん、僕が訴えたいのはスラップ訴訟みたいなこと。例えば今現在だって僕はスラップ訴訟になってるっていうことをこのツイッターとかさまざまなことを言っても一瞬も取材してくれないじゃないですか。現実に赤旗と東京新聞だけですよ。なぜって思いますよ。こんなに有名な人ってのは相手ですよ。相手が有名でこんな典型的なスラップ訴訟はないのに、そのこと自体を報道してくれないマスコミはなぜだ。それでこの政治参加するとなったらこれだけ来るってなぜだっていう気持ちがあります。だったらもっともっと無名なスラップに苦しむ人はたくさんいるはずですよ。そういうことを世の中の人は分かっていくわけか。それはマスコミを伝えなきゃ伝える人もいないじゃないですか。そういう不満っていうか、なんとか伝えてほしい。こういう不公平な民主国家の中で不公平な、構造があるんだっていうこと、しかもそれを進めているのは正当だっていうことをそれは声を大にしていきたい。具体的に言葉にして武さんにお聞きしました。もしも武さんがそういうことに出るなんてあるとか政治に関わるなんていうことをおっしゃるんでしたら、僕は出ませんっていうのを言いました。でそれはない。それはお前の人生なんだっていうことはおっしゃってましたから、俺は関わらないし、それは政治に俺が何かを出したり応援したりすることはないっていうことをおっしゃっていて、ただお前がやりたいことを俺が止めることはないっていうことはおっしゃってました。でもしその殿がいやそこはお笑いの人はやっちゃいけないよとかやめとけって言われたらやめました。それは確実にそうです。先ほど言い忘れたんですが、僕はインボイス制度を、今通過してるところだって、ごめんなさいね。非常にその1000万以下の、収入の方が今後ものすごく苦しくなるっていうような状況に対してそれを反対するっていうのはもう毎日の日記の中で書いて、そのビラを必ず貼るようにしていて、そこについては本当に要は大手の企業の人であるとか、そういうまああれですね、大手企業の人たちだけが潤っていくっていうようなことに根本的に反対していて、そこに関してはインボイス制度に反対、インボイス制度反対オンボイスにっていう運動にすでにこれは参加しています。でセクハラパワハラについて言えば、僕自身がたけし軍団っていうのは1980年代90年代にセクハラとパワハラを中心とした芸能でした。だからそういうセクシーなことを女性にやらせるとか、パワハラっていうのは頑張るマンみたいなものはそういう風な形の芸能だったので、あと特定制度の中にいるので、もう知らず知らずその資本問題もそうなんですけど、今週に出てる昨日上がった「サンデー毎日」の文章の中の僕は「MeToo」っていう運動動の人たちは沈黙したということに対しての抗議が今日もすごいあるんですが、僕自身が見えている風景がものすごく視野狭窄に陥って、僕自身の振る舞いの中にもパワハラセクハラはすごくあって、家の中でもそれを強制しているし、対外的にもこういうライブでもとにかく自分の中で「お前」っていうのを直すっていうことから始めてますし、なんか自分自身のそこを直していく、知らず知らずのセクハラパワハラ体質みたいなところをサンデー毎日にもうつい先日というかもう昨日の話ですけど出てる文章に関して博士は全く問題の本質が分かってないって言われることに関して僕自身は本当に反省してるというか見えてないんですよね。その MeToo 運動っていうのをフォロワーの中に自分のフォロワーの中の MeToo 運動の人は沈黙したんだって思っていて、その文章そのものもいろんな人に見せてこれは大丈夫かなっていうところで全然大丈夫って言われたんですけど、いざ公開したらやはり大丈夫ではなかったっていうことで、それを指摘した人に関して言えば僕がフォロワーの数っていうかちゃんとそこまで見てなくて視野狭窄になっています、すいませんっていうのは言ってます。もう時間がないからやってませんが、その MeToo 運動は沈黙したっていうところの箇所は削除するし、訂正したいと思います。で、そのことに関して全然そういう社会であるべきっていうことに対して全くミソジニーみたいな、すごく僕はある人なんですよ。なぜならばたけし軍団育ちだからで、芸人っていうものの価値観っていうのは非常識なものであるっていうことを持っていて、他人に非常識なものを見せて驚かせるっていうなんだっていうふうに育っているから、それに申し訳ないって思っていることを今は訂正して、さまざまなところで自分のやり方も変えていく方向にあると思います。で、おっしゃる通りで、そこに対して自分の経験を含めて、反映させていきたい、もし政治に関わるんであればそういうことは思います。で、お金の方の利権みたいなことに関わり合いたくないっていうことに関しては、自分で60年間生きてきてそういうことに興味がないので、そういうことではない市民運動的な、もっともっと、それからウクライナ問題なんかに僕が言及することはないと思います。はしてないですね。はなぜって言われるとメールの返事が来ないような状態なんですね。なるほど。はい。ご決断されたということで、何かこれから相談したりだとか、仕事的には合うと思うんですね。朝日ジャーナルの仕事で合うと思いますし、また8月18日の還暦のに出演依頼とかもしていますが、お返事がないので、それ以上を僕が具体的に返事しろみたいなのは、やっぱそれは良くないのかなと思っていますし。僕が聞きたい。ありがとうございます。普通に橋本徹さんに頼むとか頼んでみるっていうのは、だからそういう意味では注目されるようなことをするっていうのはよくて、ただ師匠はまずありえないっていうことは確認できたのと、あと東国原さんにもお電話してさまざまなアドバイスを受けました。東国原さんは令和じゃなくて維新の側の人で、維新の、所属したけど今は所属してないということなんで、東国原さんに、お願いしたりして、東国原さんが受けてくれるんだったらそれはお願いするかもしれません。具体的に市政経験があり、選挙そのものも知っているだろうし、それはもちろんあります。可能性として東さんはちょっとわからないですね。だからさっきのように鈴木宗男さんですか、宗男さんなんかは選挙カーでこうやってる時、あーって手振ってましたけど、松井市長に訴えられましたって言ったらお代わりに聞いてその後こういう反応になるので、一緒にマラソンやった中なんですよ。そうですよ。はい。だからすごく本当は抱き合ってお久しぶりってなると思ったんですが、やっぱそういうものなんだな。ただ僕は竹中老いうところの左右を弁別せざる状況っていうのはいつも理想にしているし、タコツボに入らないっていうことは常に思っているし、木梨昭吉さんのいうところの右翼でもない左翼でもないみんな仲良くっていうのはもう自分の心情にしていて、あとさまざまなブロックする方法ありますよね。僕はツイッターにおいてもブロックをしていません、基本的に。まあこの6年以上多分してないと思います。それ以前にしているものに関して解除する方法がわからないのでしてるのかもしれませんが、基本ブロックをしないっていう、自分で縁を切るとかそういうことを一切しないっていうふうに決めてます。